いや、もしかしたらなんですけど、はい、ちょっとかけてもらっていいですか。はい。もしかしたらなんですけどね。はい。やっぱ髪寄せてますよね。違うんですよ。まず今日、戸間口さんに寄せて、今日私にちょっと寄せましたよね。違うんです。ええ、ちょうど切ったら、ええ、深尾さんになっちゃったんです。ええ、あの、この髪型各番組、はい、あの、一人までなんですよ。決まってるんですか。一人までなんです。各番組おかっぱ一人までってこれ放送法で決まってますんで放送法で放送法でこれ BPO 案件ですから。そう、この番組おかっぱ二人出てますよって。そう、じゃあ明日から出られないかもしれない。偶発的に事故ね。すいません、おかっぱ事故ということで、ね、おかっぱ事故で、はい、バラ色ダンディスタートです。バラエダニー生放送、本日は金子めぐみさんと中島健太さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。金子さん、髪の色は前からそれちょっと黄色いですね。いや素敵ですよ。素敵です。本当ですか、ね、ほう、これ誰のアイディアですか。これは、まあ、宮崎いやでもね、いいですよね。なんかインナーカラーすごく素敵です。なんて言ってたんですか、旦那さんは。なんかずっと同じ髪型とか印象をやっぱり持たれちゃいけないから変えようってすごいね、変革好きな人間なので、定期的に髪型も色も、私は何の意思もないので、そこは任せてます。いや、こういう関係なんですよ。なんか素敵ですね、なんか。夫色に染まってる感じ。夫色に。でもね、けど結果的にね、なんか素敵な。素敵に。そうですか。でもなんか最近洗脳されてるって本当にまた言われてるんですよ。染まってるっていうのはなんか洗脳下にあるから何言われてもそうでいいと思ってるんじゃないかって言われるんですけど、結果良ければいいです。大丈夫ですか。でもね、その仮にその洗脳だとしてもご本人が冷めてなければ。っていうより、あのね、金子さんって、あの、どうやっても金子さんにしかならないっていう、あの、どうやって染めよう、あの、健介色に染めようとしても金子さんなんですよ。何を知ってるのこの人。どういうことちょっと待って、分からん、ね、いやでもすごくいいと思いますけどもね。本当ですか。はい、すいません、本日もよろしくお願いします。